京都中央卸売市場の近くにある山本合金製作所。こちらにね、日本でも数少ない鏡師と呼ばれる職人がいてはります。5代目の山本明久さん。こちら山本合金製作所は江戸時代末期の創業。全国の神社に御神経を納めてはるんですね。基本的には銅鏡ですね、青銅の鏡です。銅とか錫を溶かして鋳型に流し込んで、それを削って作り上げる鏡ですね。御神経をはじめとした若鏡は金属の表面を磨いて作る古来からの手法で作られているんですよ。直径20センチぐらいの鏡で、だいたい2週間ぐらいにかけて鏡に仕上げていきます。だいたいヤスリ4種類ぐらいあるんですけど、まあ、こういったヤスリで粗いのから削っていって、粗いので削り続けて、そろそろもう極限まで薄くなってきたなっていうことで目を細かくしていって、また次の線っていう道具やってっていう形で移していきます。まずは鋳型を作るために複雑な模様を施します。これがまた職人技なんですわ。そしてそこに熱した青銅地金を流し込みます。鋳造が終わったら裏面には見事な模様が出来上がります。そして表面を削って薄くしていくんですね。鏡の歴史は古く、古墳から出土する遺物にもその姿があるんですよ。こちらが三代目が古墳から出土、黒塚古墳から出土したの鏡を三角部神獣鏡復元したっていう鏡ですね。ちょっと凸面になってるんですけど。祖父にあたる三代目真嗣さんは職人としての技術が認められて無形文化財に指定された方。古墳から出土した欠けた鏡を見事に復元したんやそうですよ。元々のものがあって、それをトレースするっていうのがすごく難しいなっていうのは、現物があるのでそれにいかに近づけるかっていうのを自分でいろいろ頭の中で考えながら想像しながら作っていくっていうのの作業はすごくタイトな作業だと思いますね。イメージも湧かないですし、何回も作ってみて鋳造してみてその様子を見てみるっていうのの繰り返しになりますね。さらに山本さんは鏡師としてある特殊な技術をお持ちです。江戸時代とかに一番人気のあった鶴亀とか小竹梅の模様になってます。これ普通の鏡のように見えるでしょ。ところが これはこのように中に隠されているキリストが浮かび上がるようになってます。江戸時代にキリスト教が弾圧された時にこういった技術を使って隔離キリシタンの方が信仰されていました。これは魔鏡と呼ばれる鏡。一体これどうなってるんですか。これは私が最近作った作品なんですけど、裏面は怪獣舞踏鏡の模様で、鏡面がこのようになってて、光を当てると鏡面に光を当てると浮かび上がったのはなんと観音様。二重構造になってあるので、はめ込んである鏡の裏に入ってある模様が映り上がるという魔鏡になってます。極限まで薄く鏡をすることによって鏡面に凸凹ができるんですね。自然と鏡面に凹凸が発生して、その凹凸が光を当てることによってその凹凸を開って裏の感覚されている像を浮かび上がらせるっていう仕組みです。